はい、こんにちは、マイケル太郎です。今回はですね、前頭期日模試で、数学ですね、偏差値70を取るためにやるべきことをですね、具体的に一つ一つお話していきたいと思います。まだ60も達成してないんやけど、うちっていう人はですね、こちらの動画でですね、前回60までのやり方をお話ししています。60までと60から70ではちょっとやり方が変わってしまうので、まだうち60達成んでっていう人はですね、ぜひこっち見てからですね、動画戻ってきて、行っていただきたいなと思います。55とかの人は、こちらの60までの動画を見ていただいて、そして60から70のですね、今回話す内容を身につけていただければ、一気に70まで近づくってことは全然可能なので、2つの動画を見てですね、段階的に伸ばしていっていただければなと思います。それでは今回は70を突破する話、やっていきましょう。はい、70超えるために必要なことは3つです。1、網羅計算交渉を星4またはチャートはコンパス5まで覚え切ること。そして2つ目、70ってなってくると計算ミスによって70切ったりすることって経験あると思うんですよね。勉強できる人。はい、それなので計算ミスをなくす必要があります。そして3つ目、これミスを減らす、計算ミスを減らすにリンクしてくるんですけども、問題用紙の使い方を学ぶってことが大事なんですね。この3つの点を押さえれば70、高確率でクリアすることができますので、一つ一つ具体的に見ていきましょう。1つ目、網羅計算交渉星4またはチャートの場合はコンパス5まで終わらせること。これはですね、単純に70超えていこうと思ったら知識量がいります。数学力は三変数関数、僕がいつもお話してる話ですね。こちらの動画で喋っております。見たことない人はぜひ見てみてください。この X の部分ですね。X の部分が足りないと、そもそも70取れません。なのできちっとフォーカス星4、レジェンド星4、チャートコンパス5。きちっと覚えていってください。暗記法に関しても、この動画ですね、やり方そのまま喋ってますので、とりあえずもう頭使わず、どうやったらいいかだけ教えてくれって人は、この動画見てこのままやっていただければ、網羅計算交渉の解放暗記は OK です。で、今から今回の動画で重要な2、3を喋っていきます。2個目、計算ミスを減らす。計算ミスというとですね、ミスノート作れよみたいなことを言われること多いんですけども、それ理由ちゃんと説明できます？ミスノートを作って、どうやってミスを減らすかというと、ミスを全部つけていって、それを見直しておけば、自分のミスの傾向が分かってミスが減る。まあそれそうなんですけれども、そのじゃあミスノートに書いたミス全部本番に意識できますか？無理じゃないですか。そんな頭に容量残ってないし、普通の人間の頭じゃ無理でしょ。なので何を提案するかというと、ミスノートもちろんつけます。こんな感じでつけてください。片面に、まあ別にノートじゃなくてもいいですよ。別に何でもいいです。ドキュメントでも何でもいいです。今オンラインツール使ってる人も多いでしょう。何でもいいんですけども、こうやってですね、まず片っぽにミスを毎回発生したら書いてください。そしてミスを発生させるために普段の勉強はなるべく制限時間を設けてやってください。制限時間を設けてダラダラとやってしまうとミスが減っちゃうからですね。はい、ミス制限時間を設けてやるようにしてください。でこれどんなミスでも書いてください。見間違いミスとか、読み違いミスとか、条件忘れ、もう計算ミス以外のミスも徹底的に書くようにしてください。全科目、各科目作ってください。で学校の授業中にやった問題とか、もう何が起きてもミスが起きた時に全部書くようにしていってください。なので常に携帯しておくことがいいと思います。そしてでミスが起きたらこういうミスをしただけ書いていってください。具体的な問題とかも書いていくとより分かりやすく、なっていくでしょう。で模試の前、本番前、テストの前、テキストの前にこのですね、大量にデータが取れると思います。100データとか出てくると思います。そのデータの中で上位トップ3、自分がしやすいミス上位トップ3をランキングで出してみてください。そして書いてください。9回やった1位これ、7回やった2位これ、これ5回やった3位みたいな感じで出してください。で、その3つっていうのはあなたがミスしやすいミストップ3なんです。つまりあなたは多くの点数をこのミスで失ってるんです。今まであなたが計算ミスで失った点数を仮に100点分としましょう。その100点のうちのおそらく60点から70点はこの3つ、上位3つのミスである確率が高いですね。なので、そのミスが減らせると、じゃあ今回の、模試で計算ミス、このまま普通に何もせずいったら10点ミスったとしましょう。すると、この対策をやっていくと、6割、7割の、ミスが減るので、6点、7点分減るんですね。そうなれば、6点、7点得をすることになります。ということで、統計的に点数を上げることができるので、ぜひやってみてください。なんで上位3つと言ったかというと、これ当然この4位も覚えれたらもちろんいいですし、5位も覚えれたらいいですよ。でも模試ってやっぱ頭使うじゃないですか。一生懸命解くじゃないですか。だから覚えとけるものに限りがあるんです。脳のメモリ限られるから。なので僕は3つをお勧めしてます。で3つ厳しいって言ったら2個でもいいです。でも余裕だよって言ったら4つでもいいです。ここは自己調整してみてください。こうすれば論理的に計算ミスの点数が減ることが証明されたと思います。ぜひやってみてください。次、問題用紙の使い方です。皆さん、今まで受けた模試の問題用紙をパッと開いてください。はい、ぐちゃぐちゃーっとなってる人多いですよね。僕もそうでした。今までの教え子もそうでした。皆さん、ぐちゃぐちゃになってるんです。数学ができない人。ちゃんと線引いてください。ノートのように使いましょう。計算スペース。まあ、問題であると思います。ここに計算を書こうというスペースですね。計算用紙って書いてる、模試もあると思います。そこをちゃんと区切ってほしいんです。数学においては、図を書く場所、筆算をする場所、まあ、式、等々、論述の下書きを書いていくと、この3つに分かれるので、この3つスペースきちっと区切ってください。
図形獲得なくなってちっちゃく書いて、それによって、発見できなかったから、方針が立たなかったから失点したとか、筆算と式をぐちゃぐちゃに書きすぎて、もう何書いてるかよくわからなくなって、一回飛ばしたんだけど戻ってきたらどこまで自分がやっていたのかわからなくなった。こういうことで時間とか計算ミスというのを誘発しているので、図はここに書こう、計算ここに書こう、筆算ここに書こうというのをスペース分けてください。これスページングって僕は呼んでます。分けてから問い解き始めてください。で、足りなくなったら別の場所にもう一回スページングでここに、何番の、筆算を書くとか、計算を書くとか、図を書くって書き直して、ちゃんと広いスペースで普段ノートにやってるような勉強をできるように模してしてください。場を整えるってことです。これをするとミス減ってきます。焦ってぐちゃぐちゃぐちゃってなってる状態を見ると人間よく焦りますが、綺麗に書かれて整列しているところだと焦りはなるべく発生しづらくなりますので、このように模試ではやるようにしてください。これをするとですね、筆算による数字の見間違いミスとか、図がちっちゃいがために、思いつかなかった方針とかが思いつくようになって点数が上がる可能性がありますので、ぜひやってみてください。この3つを抑えて偏差値70取って、君も数学を得意と言えるようにしていただいたらなと思います。今回の動画は以上になります。ぜひ70取ってください。そして取ったらぜひ教えてください。頑張ってください。以上になります。明日の夢サポムービーズは、早稲田大学の英語全学部の問題の形式と特徴を徹底解説していきたいと思います。お楽しみに。